サーペル君今回の目標を言うんだ。サーペル君言うんだ。え、めっちゃセカスじゃないですか。それじゃあ今回の目標言いますよ。今回は水ポケモンゲットとレベル35以上のトレーナーを5人倒す。今回は視聴者さんのコメントを採用させていただきました。いつもコメントありがとうございます。あ、リザード時代に買ったメガ雪のオーダー。でもリザードンに進化したから氷が等倍になっちゃったんだよ。普通に吹雪とかでワンパンされそうだからやめておこう。それじゃあまず水ポケモンをゲットしに行くか。とその前に荷物を家に持ち帰らないと。前回ゲットしたマインバッジもまだ手元にありますからね。落としたりしたら大変ですよ。何回全ジムバッジケースが作れたような気がしたんだけどな。しょうがないので額縁にバッジを入れておきます。これが壁一面になるといいな。そしたら20個ぐらいバッジ集めないといけませんよ。金銀より多いじゃんそれ。そもそも村がその数あるのかっていう話なんだよな。水ポケモンをゲットする準備を整える。水の石装備で無限の呼吸を手に入れたのはいいけど、水中での移動速度はいつもと変わってない。ということでさらに水中歩行の効果もつけます。そうしないと水中のポケモンには一生追いつけないですからね。ポケモンとバトルするまでに日が暮れてしまうからな。アラピスラズリ忘れた。開きました。水中歩行。ちなみにエンチャント効果があらかじめわかるこのモッドはロゼッタエンチャントテーブルと呼ばれているものを使っています。エンチャント効果があらかじめわかるので経験値の節約になるね。あなたもエンチャントのストレスから解放されてみては。これで私は海の王子となったのだ。それはマナフィーのポジションですよ。水中の移動速度が速い。さすが水中歩行。これで快適に海の中でも生活できるわ。しかし明るさがあまりないですけどね。今回クイックボール3つしか用意してないから簡単にゲットできる水ポケモンを探そう。簡単といえばそう。コイキングですね。進化系のララドスは普通に強いですからね。進化した時のステータスの伸びがトップクラスのポケモンなんじゃないかな。また育成枠が1人増えちゃったな。このシルエットは間違いなく二千丸。そういえば御三家をゲットしてほしいというリクエストもありましたね。水タイプゲットプラス御三家ゲットという一石二鳥じゃないか。さらに私の手持ちのタイプバランスも良くなるしな。あ、ゲットできなかったわ。ピクセルモンにも海底神殿はあります。エルダーガーディアンとかいるんですかね。でも神殿の周りにガーディアンがいないから大丈夫なんじゃない。結局何もいなかったので金ブロックだけもらいました。結構遠くまで来たけど、この辺でレベル35は超えてきてるんじゃない。そこのトレーナーのレベルを見てみましょう。待って、今普通に40超えてたわ。ということは今回のバトル会場はここみたいですね。いましたいました。今日も一狩り行きましょうか。モンスターを狩るみたいなニュアンスで言うんですね。育てないポケモンが多くて手持ちがなかなか決まらん。水ポケモン出てこないよ。みのデデンネアウトで行くか。ちょっとデデンネは今回は休んでてくれ。早速水タイプ出てきてるやん。読みが完璧に外れてしまったようですね。いてよかった花のドレディア。今日もバッチリ活躍してくれます。はい、さすが。今日の前したらもうドレディアは止められないぞと思ったけど、炎タイプはさすがに無理だ。進化後の強さというものを思い知らせてやれ。リザードンっていうか、なんでお相手さんはリザードンに進化させないのだろうか。きっとメガ雪の王に勝てるからですよ。あ、その理由で進化させてない人ここにいたのね。はい、まず一人撃破。残り4人か。意外と簡単にいけそうですね。お坊ちゃま、大連続狩猟クエストを受注してもいいですか。だからモンスターを狩るみたいな言い方は。はい、二人目。三人目。だからなぜララドスに進化させない。その代わりに私のコイキングが進化したけどな。あ、ちなみに夢特性です。そして4人目。残すところあと1人ですね。最後の1人として締めてくれるのはやっぱりこの人。お坊ちゃまですね。いや、このお坊ちゃまラッタ1人しか持ってなかったわ。もうそれは実質ラッタじゃん。それは無理やりすぎます。ということで目標達成。結構早く終わっちゃったな。トレーナーのポケモンが意外と拍子抜けでしたからね。もっと強力なポケモンを持っているもんだと思ってたよ。それじゃあ今からキバゴの育成するわ。今回でオノンドに進化させたいしな。コメント欄で最速来てましたもんね。え、待って、そんな技ピンポイントで打ってくる。めっちゃダメージ入ったし、普通にカビゴンで耐えると思った。どうしたカビゴーン。今全然見てなかったわ。何が起きたのか状況把握させてくれ。はい、ここカビゴンとリザードンの入れ替わるタイミングね。あ、おうかー。うーわ、マジでこれで倒される。アフロブレイクからの追い打ちでやられるパターンだったの。この企画終了の決め手になったのはバックロンだったようですね。バックローン。